オブでのプレー続きをしていきたいと思います。今日からはですね、タイガースとの3連戦をまずはお届けさせていただきたいと思います。移動日になってますので、疲労の方を回復するために休息を取りましょう。さあ甲子園での3連戦、先発ピッチャー岩田と沢村の投げ合いというところでスタートをしていきます。岩田、もう今やね、能見と合わせて、阪神のね、2大エースと言っても過言ではないでしょう。ムービング、動くボール、速い系のね、149キロあります。カット、フォーク、シュートにスラーブというところですね。ほぼ全方位にキレのあるボールを持ってます。前回前々回等々ですね、ご覧いただいた視聴者の皆様は分かるかもしれないんですけども、コンピューターの難易度をちょっといろいろ試行錯誤しながら今ようやく落ち着けるかなという設定にしてまして、まず球のスピードですね、1段階上げてます。それでコンピューターの強さも1段階上げてます。これでしばらくプレーの方させていただきたいと思いますので、今後の、ね、成績いかんでこの辺りも少しずついじりながら試行錯誤しながらプレーの方はしていきたいと思います。まず第1打席目ですね、2アウトランナー1塁、1回の表、高橋由伸 VS 岩田というところ、5試合連続安打が続いています。本当に打撃好調です。フォアボールのランナーが出ています。最近3連敗とこのところ勝ち星から遠ざかっているタイガースですが、まずはこの不振からどうやって抜け出すかということが課題です。カットボールが失投できたんですけどね、ちょっとタイミングが合わずに空振りです。西さん、バッターボックスの高橋、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、2球続けてカットボールを投げてきました。早打ちはせず見ていくタイプで、フルスイングが新庄の強打のバッターですね。そうですか。次が3球目。このスラーブはかなり動きますね、はい、あのボールを捉えるのは難しそう。2ボール1ストライク、先制点なるかという場面ですが、フォークボールですね。そうですね、バッターをね、こうやって見ると1球目の失投以外は際どいところに投げてきてる。次が5球目。うわ、これはボール球ですね、完全なボール球。ちょっとコントロールに気をつけたいですよね。2アウトランナー2塁1塁と場面が変わって、今度はランナーでのプレーです。バッターの長野、今シーズン得点圏での打率は2割3分5厘となっています。1球目はムービングファストボール、厳しい数字ですね。ここはクリーンアップの責任を果たしてくれると思いますよ。はい、期待しましょう。改めてお聞きします、バッターボックスの長野、どういうバッターなんでしょうか。そうですね、もうどこに投げても打たれる気がする嫌なバッターですね。そうですか。ここは第3球目、先制のチャンスです。なるほど、そうですか。このフォークボールは空振りです。見逃し三振。三振でなんとかこのピンチを切り抜けました。チャンスは生かせずということで、1回の裏守備ですね。タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますジャイアンツは、今日は沢村、キャッチャーは阿部です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の沢村、チーム上本が打席に入ります。前回のゲームではタイガースの方の一番バッターは上本、これから1回の裏に移ります。さあ沢村第1球を投げます。打ちました。これは片岡が抑えてワンアウト。
うわータイガースビッグイニング作られてますね。5点ビハインド4回の表、高橋由伸第2打席目です。回は4回の表に入っています。追いかけるジャイアンツの攻撃、4番バッター高橋、前の打席ではフォアボールを選んで、まずはカーブから入ってきました。タイガース大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。第2球はカーブに続く第2球、フォークボールですね。徹底的に攻めることでしょうか ね、 ーうかね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。2球続けて変化球の後はボールですか。カットボールですね。ストライクが入りません。ここはちょっと一球見ますか。相当甘い真ん中にボールが来ない限りはちょっと一球見たいと思います。ここは一球見ました。シュート。さあ続いてのボールは、わーこれは打てないな。そこはな、フルカウントになって何を投げてくる、これボールですね。完全なボール球。ノーアウトからランナーを出してしまう。吉野部のフォアボールを、まあ、起点として2点返しましたけども、タイガースが1点追加して点差は4点差と、まあ、1点は縮まりましたけどね。やっぱり際どいところに投げてきますね。さあ第2球は、これは内へ外れます。ボール先行です。これはだいぶ外れたボール球、シュート。おお、フェアだ。これは二塁までいけないな。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー一塁です。今日はここまで3打席全部出塁してますね、フォアボール含めて。さあジャイアンツがじわりじわりと点差を縮めてきて、ここは気合を入れ直すくらいの気持ち。ツーアウトランナー二塁、玉木にピッチャーはスイッチしてます。ストレート144キロにカーブ、フォーク、ストレート、カーブ、フォーク、まあ、このあたりをちょっと頭に入れておきたいと思います。ストレート、カーブ、フォークです。まずはカーブからですね。いやー、マイコースって言われてもな、ちょっとなかなか打てないですよ今の。バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割8分。2球カーブを続けてきました。さすが4番、素晴らしい数字ですね。ここも期待十分ですね。あ、そうですか。うわー、3球続けてカーブか。打てないですね。あ、そうですね。カーブを3球続けられてからの、危ない。今のもカーブでもし鋭く落ちてたら見逃し三振かっていう場面でしたけど、なんとか当てた。フォークボールですね。これは外れます。これでフルカウント。まあ、ここは腕を振ってしっかり狙った勝負ですね。はい、高めのストレート、打った。 OK、 セカンドランナー変えれば1点差。これは返っては来れないな。センター前ヒット、これでマルチヒット。お、ただ無得点に終わってるか。もう一回回ってこないですね。タイガースが僅差で勝利を収めました。タイガースとの初戦は落としてしまいました。
今日は2打数2安打2四死球で、まあ、4回全部出塁したんですけどね、チームの方はタイガースの前に敗れてます。さあ今日の相手先発は藤浪です。一方のジャイアンツの方の先発は杉内ということで、今ちらっと見た感じだと杉内の方が調子がちょっと悪そうだったので、もしかしたら荒れた試合になるかもしれないですね。早めに、藤浪晋太郎打っておきたいと思いますけども、直球も早いですからね、いいところに決まってくるとなかなか打てない可能性があります。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。さあジャイアンツは幸先よく藤浪から1回の表2点先制、なおノーアウトランナー1塁で昨日のゲームでは4番高橋というところです。タイガース初回から相手打線に捕まっています。小宮山さん、不安の残る立ち上がりとなっていますよね。本来のピッチングとはちょっと違いますよね。ストレート150キロ、修正できるかどうかがポイントになりそうですね。そうですよね。ここからはきっちりと抑えた。やっぱり速いな。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。これは何だろう、今のもストレートか。小宮山さん、やはり足の速いランナーがいると、いや1個前のボールもツーシームだと思いますね。微妙に動いたような感じがしたんで、スタートを切らせないようにということを気をつければいいんじゃないですかね。なるほど、そういうもんなんですね。スライダー、ツーボールツーストライク。やっぱり速球派のピッチャー打つのは難しいなっていうのが改めてここまでの藤浪見てる印象ですね。アウトコース、どうだ、うまく流したんですけど、サード正面の当たりでした。さあジャイアンツ1回の表は2点止まりですが、まあ、先制2点してますね。タイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発1回の表、上本。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。さあ仕留められるか。変化球、チェンジアップで空振り三振に仕留めました。杉内絶不調でもさすがですねと思ったらビッグイニング作られてる。3点ビハインドと状況が変わって3回の表ワンアウトランナーなしで藤浪との2回目の対戦になります。まずは先頭バッターを打ち取っています。まずはスローカーブから入ってきました。このスローカーブの後にね、ツーシームとかストレートとかまっすぐ系の速いボール150キロ近いボールが来るとちょっと打てないですよね。変化球低めに持ってきましたがボールになります。ボール先行です。カーブカットボールと続けて2球外れて2ボール。次のボールは甘くなると痛い目に遭いますね。なるほど。さあどう来るか。うわー、チェンジアップか。今ストレートのタイミングで打ちに行ったのでタイミングが早いと言われてますけど、第4球は何を投げてくるか。あー、これは落ちるか落ちるか。あー、よし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 、完全に詰まった当たりですけど、とりあえずヒット1本打ちました。さあ試合の方はジャイアンツ1点返しています。まあ、前の打席はインコースを打たれましたから、ここはインコースの使い方がポイントになりますね。うん、そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。おお、このスローカーブ入ってるか。あそこは打てないな。あー、これも落ちるか。落ちた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 。完全に詰まった当たりですけどね、ストレートです。
さあ1点1点と返してついに同点に追いつきました。2アウトランナー1塁、高橋由伸。福原にピッチャーが変わってますね。ストレート150キロ超えてるな。やっぱりカットボール、フォーク、スローカーブにシュート。やっぱり全方位にほぼ球種を持ってますね。盗塁の指示が出てますので1球待ちます。キャッチャー送球してがセーフだな。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。もう完全にセーフですね。これでワンヒットで勝ち越されてしまいますね。やはり足のあるランナーは怖いですね。おー、ストレートか。バッターの高橋、今シーズン得点圏での打率は、うわー、ストレートボール球だ。いや、随分と高い率ですね。ここもやってくれると思いますよ。はい、期待しましょう。ボール球に手が出てしまった。インコースへ大きく外れます。ここまでストレートを続けて投げてきてます。うわー、最後もストレート、インコースにズバッと投げてきた。取られましたが、ここで食い止めました。ご覧いただきましょう。最後は三振で勝ち越しは許しません。難しいところにストレート投げてきたな。さあ次の1点どっちが取るかというところで、ノーアウトランナー1塁、タイガースのチャンスと。さあこの勝ち越しておきたい場面でノーアウトのランナーを置いています。バッターボックスにはヤマト。まあ1点のシチュエーションですから、バントか少なくともランナーを進める。見逃し三振。ああ、これアウトだ。バッテリーからすると最高の形になりました。ここはスチールを阻止されてしまいました。いやー、これお、ただ続けてノーアウトのランナー出してますね、タイガース。バッターボックス、しかも鳥谷だ。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、これは落ちるか。レフトフライに抑えてアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックス、ただ福留だ。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。ワンアウトになっています。高めのボール打っていった。これも抑えるね、坂本が。よし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 。2アウト、2アウトランナー1塁と変わります。今日は守備で交代してそのまま出場している。そして藤井ですね。2アウトになっています。2アウトランナー1塁、ここを抑えれば流れがもう一度来るかもしれません。4球目は何で来るか。変化球空振り、3アウトチェンジ。さあ9回の表、先頭打者で登場したのがこの高橋由伸です。交代を告げられ、リリーフカーに乗ってゆっくりとマウンドに向かっていきます。誰だ。これから9回、安藤優也か。ちょっと顔だと分かんなかったな。もうちょっとエラが張ってるイメージなんだけどな。安藤がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。西さん、ここまでは手に汗握る展開となってきてますね。さあホームラン1本欲しい。あの試合を見てる方は楽しいんですけどね、やってる方はね、もう気が気じゃないですよ。シュートかな、今の1球目は。2球目はスローカーブ、人を食ったようなボールですね、このスローカーブは。やっぱりさあ、あのグリコの看板直撃のホームランが打ちたい。ボール球だー、打ちました。これは落ちるかな。鳥谷に抑えています。ワンアウト。ツーアウトランナー一塁、まあ、サヨナラのピンチでタイガース2番バッターヤマト。ヤマトヒットでランナーを一塁に置いています。打ちました。お、これはどうだ。うわー、まずいな。中継にボールが送られる。送球する。さよならだ。ヤマト、さよならのタイムリーヒット。なんという劇的な幕
鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。足速いな上本は。タイガースがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。あのね、本当にね、何とも言えない、言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。あの帰り、第2戦は落としてしまいましたね。由伸自身はまあボテンヒット系の当たりだったんですけど、悪くはなかったんですけどね。さあ、セリーグの方はヤクルトからタイガースまでがだいぶ縮まってきましたね。ジャイアンツがまあ頭一つ抜けてるっていうのは変わらないですけど、先発投手のオールスターが菅野、杉内、宇都宮ってジャイアンツで独占か。なるほどね、まあ、外野手は、まあ、由伸ですね、やっぱりね。さあ気を取り直して、第3戦と向かいましょう。先発はユータですね。まっすら、スライダー、スローカーブにサークルチェンジということです。今日の先発マスクは阿部です。阿部がマスク被るのが増えてきましたね。前半は相川の方が多かったんですけど、ここのところ何試合かは阿部が先発マスクを被ってます。で、一塁のアンダーソンはもう変わらない、不動の一塁手という感じですね。相川が先発のマスクをかぶった時には阿部は一塁に入るんではなくて控えに回ってますからね。甲子園球場です。セリーグ公式戦、阪神タイガース。さあ先制のチャンスで高橋由伸、第1打席目、2アウトランナー3塁です。最低限ランナーを進めてきましたね、まあ、そして次は警戒すべきバッターが相手ですから、しっかりと自分のピッチングをすることですね。そうですね、さあ気をつけていきたい。高橋が打席に入っています。ゆうた絶好調。まずはスライダーから入ってきました。第2球目、バッターボックスの高橋、今シーズンの得点圏打率は4割9分となっています。どうだ、これカーブですね。ちょっとタイミングが早すぎました。十分ですね。そうですか。うわー、このまっすら入ってるか。これでワンボールツーストライクと追い込まれて、第4球目、外の低め、これは外れましたね。ツーボールツーストライクの平行カウント、先制しておきたい。3連敗はなんとか阻止したいですからね。なるほど、さあ何を選択してくるか。打ち上げた。これはセカンドが出てきてセカンドフライかな。甘いボールだったんですね。多分まっすらだと思います。西さん、長いシーズン怪我などもありますから、さあ大竹、ベストオーダーが組めるかどうか、どんなピッチングを見せてくれるかというところですけどね。昨日上本はサヨナラタイムリー打ってますからね。打ちました。もうこれもいい当たり。ただ松本の正面です。さあ吉野部の第2打席目は4回の表です。ここまでも完全に投手戦だな。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、内野フライに打ち取られています。ツーアウトではありません。これはスローカーブがだいぶ外れてきました。ちょっとこのスローカーブを待つっていうのもありかもしれないな。次が2球目、サークルチェンジが外れてますね。今のがストライクだとかなり
厳しいコースかなと思ったんですけど外れてくれました。2ボール。3球目は何で来るか。わあ、これサークルチェンジですね。2球続けて。どうだ。よっしゃー、これもねサークルチェンジだと思います。タイガースついに1点を失いました。タイガース先制を許します。久々の一発ですね。相手主砲の一振りでした。しかしまだ1点差。後続はしっかり立って反撃といきたいところ。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。この一発で先制点を奪われました。うん、久しぶりに一発。さあ先制して1対0のまま試合の方は進んでますね。高橋由伸第3打席目は6回の表ワンアウトランナー1塁の場面です。タイガースここで福原か。ホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。さっきはサークルチェンジじゃないですね。まっすらですね。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。さあ福原、さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ボール球ストレート、思わず手が出てしまいました。148キロのストレート、140キロ台後半のストレートはやっぱりちょっと捉えるのが難しいかな。甘いコースに入ってきたらもちろん別なんですけどね。ここまで2球続けてストレート。あー、フォークボールだな。今のはフォークボールです。これは鳥谷がきっちり抑えてますね。このまま1対0で試合が終わるのかな。どうなんでしょう。お、1対0のまま試合は9回に入っていますね。バッターボックスは4番高橋。今日はホームランがマウンドに上がってます。まずはワンアウトを取っています。あー、サークルチェンジ。2球目は何で来るか。あー、ボール球だ。おおおおお、これはどんなプレーだったんだろう。ちょっと見たいな。先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ボールのほんと先っぽね。あ、藤井がノーバウンドで取ろうとして取れなくてもたついてる間に一塁を駆け抜けたという感じですね。さあ最後9回の裏ツーアウトランナー1塁です。このまま1対0で勝利を収められるか。今日は守備で交代してそのまま出場している藤井。マジソン対藤井。ツーアウトランナー1塁です。打ち上げた。これは井端が抑えますね。はい、1対0最少失点というか最少得点差で勝利ですね。本当にこれはあの当初思ってた乱打戦になるかなと思ったんですけど、大竹と雄太の先発だったんで本当に申し訳ないですね。そういうふうに思ってしまったのが。はい、というわけで今回は阪神との3連戦ですね。まあ1勝2敗と負け越してしまいましたけども、由伸はホームランをね打つことができましたので、まあ良かったかなと思います。はい、というわけで、次回はですね、名古屋に場所を移してドラゴンズの3連戦をお届けさせていただきたいと思います。次回も応援よろしくお願いします。